はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーですね。J&B レアというスコッチウイスキーですね。はい、アルコール度数40度。これ値段1200円ぐらいだったかな。700ml です。はい、そうですね。そんなもんか。よし、早速飲んでいきましょう。最近知ったんですけど、まあ最近知ったっていうかね、あんまり今まで気にしてなかったんだけど、ウイスキーには、並行輸入品と正規品っていうのがあるらしくて、なんかそれで、なんか、ググってみたところによると、まあ、正規品の方が高いんですよね。なんか、ものによってはめちゃくちゃ値段がね、高かったりする。並行品だと、バランタイン30年が並行品で、2万円ぐらいなのに対し、正規品が9万ぐらいするとかって、いう話も聞いたんですけど、まあ、ググったところによると、正規品は、なんか、しっかりとした温度管理されてる状態で、保管されるらしいんで、まあ、多分、そっちの方が美味しいんでしょうね。まあ、ただ、まあ、ウイスキーなんてのは、基本的にまあ、そこまで劣化するもんでもないしね、っていう話なんですよね。個人的には。そこまでして金を、ね、そんな高い金出して、ああ、買う人はまあいるのか、っていう話なんですけどね。まあ、いいわ、乾杯。うん、これはあれだな。うん、あんま癖がないですね。うん。スコッチなんだけど。これは初心者向けのスコッチだな、これな。うん。癖がなく、口当たりも、うん、口当たりが水のような感じですね。かなりさらっとしてて、うん、これは初心者向けだな、間違いない。うん、この価格帯だと、ではカティサクとかと似てる感じですね。結構スッキリしてる。飲みやすく癖もなく。うん。J&B キリンビール。キリンですね。スペイサイド地方のモルトを核に42種類の原酒ブレンド。あー。42種類。スムースでバランスの取れた味わい。そんなに入ってんだ。これ。入ってんだっていうか、ブレンドされてんだ。うん、これは、
J&B とは、このウイスキーを生んだジャス・テリーニ&ブルックス社のイニシャルロゴ。ああ、だそうです。うん。これは、初心者には非常に、向けのスコッチじゃないですか、これは。飲みやすい。ただし、まあ、ちょっと、あれだな。面白くないな。まあ、飲みやすい。感じでしょうか。良くも悪くも、ブレンデッドウイスキーの世界ナンバー2の販売量を誇るだけある。だそうです。へえ。1位は何だ？ベルか。スコッチだとベル、俺も、ベルっていうスコッチね。まあ、だいぶ前に飲みましたけど、あれ美味しいですよね。これはあれだな、ハイボール要因だな、これはな。ストレートで飲んでも結局薄いんで、もうハイボールにして、飲んだ方が多分、下手したらこれは、ストレートで飲んでも面白くもなんともないですね、これね。全然面白くない。これは水割りにしたらもっと薄くなるか。まあ、ハイボールにして、まあ、なんだかんだで、だいたい俺ハイボールにするんですけど、ハイボール好きなんでね。うん、これは面白くもなんともないね。いたって普通すぎて、もう、わからんな、これな。世界第2位の売り上げを誇るスコッチウイスキー。へぇ。世界第2位。第1位なんだ？レアか。レアじゃない、間違えた。なんだっけ、ベルか。ベルじゃないかな。売り上げは全ブレンデッドウイスキー。バランタインが3位らしいです。バランタインね。うん、あ、やっぱベルだった。ベルが、あ、これはイギリスで最もか。イギリスで最も販売量が多いブレンデッドウイスキーがベル。あ、じゃあ世界は？これ、イギリスなのか、これは。わからん。なんか、ウィキペディア見ると、なんか、ジョニー・ウォーカーが世界で最も消費量の多いブレンデッドウイスキーって書いてあるけど、なんか、ややこしいな。売り上げと消費量って比例するんじゃないのか。しないのか。じゃあ、ジョニー・ウォーカーが1位か。わからんなぁ、この。
スコッチウイスキーのベスト10。世界売上ベスト10というサイトがありました。あ、1位ジョニーウォーカーだって。あれ？ 2 位がバランタイン。3位がシーバスリーガルになってる。このサイトだと。4位が J&B。5位がグランツ。6位がフェイマスグラウス。7位がデュアーズ。8位がウィリアム・ローソン。9位がベル。は？これはあくまで2012年のやつなのか。よくわからないですね。あれ？じゃあジョニー・ウォーカーか。多分ジョニー・ウォーカーだな、1位じゃあ。ちなみに、シングルモルトが売上ナンバーワンがグレンフィデック。グレンフィデック俺飲んだことない。グレン、リベットは飲んだことあるけど、グレンフィデック飲んだことないな。あ、グレンフィデックこれか。これ一番、うん。あくまでこれ、日本国内じゃないやつじゃないの？違うか。世界で一番売れているウイスキー。あ、やっぱジョニー・ウォーカーっぽいです。まあ、ジョニー・ウォーカーうまいもんな、確かに。まあ、ブレンデッドウイスキーだと、あれがやっぱり、一個は頭突き出てるか。ジョニー・ウォーカー赤でもすげえうめえもんな。にゃるほどね。1秒間に5.4本の割合で飲まれている計算だそうです。それでは単独銘柄の世界一は何だろうか。これはスコッチではなくアメリカンの、ジャック・ダニエルらしいです。なるほどね。あくまでもジョニー・ウォーカーはジョニー・ウォーカーシリーズで全体でってことですね。全体で飲まれてる数。ジャック・ダニエルが一番、ジャック・ダニエルっていう銘柄、ブラックですね。ジャック・ダニエルブラックが一番売れてると。あれ？ああ、そういうことか。で、ちなみに、ジャック・ダニエルはテネシーウイスキーなので、テネシーウイスキーでは1位と。で、2位が、違う。バーボンでは、の第1位は、ジム・ビームだそうですね。で、ちなみに日本のジャパニーズの第1位の売り上げはサントリーの角瓶です。シングルモルトの売り上げはスコッチのグレンフィデック。フィディック。はぁ、グレンフィディックか。これも飲んでみたいですね。グレンフィデック。これアイラモルトじゃなかった。シングルモルトスコッチウイスキー。あれ？これアイラじゃなかったっけ？これアイラモルトじゃなかった。あ、違うのか。え、嘘？これアイラじゃなかったのか。あ、ずっと俺グレンフィデックの、フィディック、アイランモルトだと思ってた。違ったのか。ということでした。
なるほど。ジャック・ダニエルと、あれか、ジョニー・ウォーカーか。と、グレン・フィデックか。なるほどね。うん、確かに、ジョニー・ウォーカーは、前に知名度もあるしな。スコッチでジョニー・ウォーカー知らんやつはあんまいないだろうな。まあ、スコッチですよね。まあ、やっぱりウイスキーは、あれですか。ね、世界で最も売れてるウイスキーは、まあ、美味しいんだけどね。ただ、ジョニー・ウォーカーのブラックラベルは個人的に、いまいちだったな。個人的にレッドの方がまだ価格的に安かったんで、あの値段であのうまさだったら全然、コスパがいいなとは思ってたんですけど。ブラックは2000超えてるからね。それで、まあ、それであの味かっていう感じだったんで、まあ微妙ですね。正直。これはあんまり香りはないかな、これな。香りない方だな。まあ、これは三つ星でいいわ。3323です。ご視聴ありがとうございました。